はい、はい、ということで始まりました。金曜日が来ましたね、はい、来ました、ね、タイトルコール言っときます。どうします。いや、行きます行きましょう。行きますか。声出るかな。よし、さあ始まりました。さあ3区のアフタースクール。よいしょ、出た、よかった、よかった、いい声出ました、声出たね、今ね。はい、最近どうなんですか。声の調子ですか。声の調子じゃないですね、声の調子です。あれですね、あのこの間ですね、僕スーパーで、あの安いバナナを見つけたんですよ。ほう。で、まあ、バナナって結構日持ちするじゃないですか、で、あの僕あのカバンにずっと入れっぱなしだったんですね、で最初も1日目に、まあ、2本もう一気に食べちゃったんですよ、で5本ついてたんで残り3本、これいつ食ってやろうかな、いつ食ってやろうかなって気づいたら真っ黒でした。それな、気づいたらもう一本増えてたみたいな話ではない。あ、そういうあのポケットを叩いてこうビスケットがみたいな、そういう話ではないです。ただ単にあの最近へこんだ話ということで。この前道端にバナナ落っこってましたよね。あ、落っこってた。落ちてた。丸々一本。しかも結構綺麗なやつね。そう、多分新しい名ですね、あれは。皮じゃなくて、なんか棒状のものが落ちてると思ったら、バシッ、これバナナだよ。マジっすか。いや踏まないで。いや踏んだところでじゃないですか。それは。でも僕あれですよ、前自転車の、あの座るとこサドルっていうの。はい、サドルです。サドルです、ね。自転車のサドルがブロッコリーになってるの。本当にすごいびっくりした。公園の前にね、ずっと放置されてる自転車のサドルがね、ある時サドルがなくなってブロッコリーがさ、多分あれでしょうね、サドルの柔らかさが足んなくてブロッコリーのふさふさで、本当にガチブロッコリーだから。じゃあ今日も最後まで見てね。見てね。